長ゼル。懐かしい。ゼーレ、みんなと一緒に戦います。ゼーレと一緒に戦いたい。私は無数の理想を踏みにじり、僕のせいで消えた命もたくさんあった。君に同じ意志があるのはわかる。まだ弱いが、君も決して失敗できないんだ。へえ、律者だと。はじめまして、ライデン・メイよ。お前の名前は重要じゃない、律者。それに死ぬ奴の名前を覚える趣味もないからな。続けろ、リッチャー。彼は一体何者なの？まだだ。まだまだ足りない。お前に息がある限り、この戦いは終わらない。リッチャー、お前の実力はこの程度か？本気を出せ。お前が俺に殺される資格があるってことを俺に証明しろ。そうだ、リッチャー、お前が他の場所でしたことのように、この紛争の楽園を本物の地獄にするんだ。体力を温存しないと、相手は強い。何を迷ってる、リッチャー。お前の本当の狂気を解き放て、その力でこの戦場を征服しろ。大怪獣たちの反応が普通じゃない。狙ってるのは私じゃないの？だったらなんだ、リッチャー。これは無人の戦場、黄滅の道だ。正義かどうか見分ける必要はない。怒りに任せて全てを断ち切れ。全てを殺せ、全てを燃やせばいいんだ。遊びは終わりよ。戦う気ならかかってきなさい。戦う？俺が本当にそうするつもりなら、お前が今みたいにここに立って俺と話せるとでも思うのか？俺の名は千号だ。ここにいる他の奴らと同じ融合戦士、黄滅の銘を持ってる。第何位かは忘れた。別に大したことじゃないからな。雷の律者、
ライデン・メイよ。リツシャ、崩壊はいつから自分が壊した文明を調べるようになったんだ。私はあなたの知ってるリツシャとは違う。だがお前はリツシャだ。リツシャが人類の力を求めるとは笑える。力を求めるために来たわけじゃない。お前が何を求めてるかなんて俺には関係がないだろ。お前が俺の試練をクリアしたら、俺がお前にチャンスを与える。それだけさ。さっきのお遊びも試練と言えるの？お前は俺を怒らせようとしてるのか、リツシャ。そういう複雑なものは嫌いだ。単純な殺し合いこそが最も分かりやすい試練。負けた奴が死んで、勝った奴が生きる。そして殺し続ける。簡単だろ、リツシャ。ここで倒れた奴がどれくらいいるか知ってるか？私がその一員にならないことだけは知ってるわ。なら全力でこの楽園で生き残れるようもがけ、リツシャ。そうすればまた会うことになる。今度はお前の本当の怒りを見せろ。そしたら、俺もお前の器を試す気になるだろう。万物は焼かれ、己の身も壊れていく。生死存滅、黄滅だけが永遠に燃え続ける。と戦う中で僕たちは勝利以外他の選択肢がないんだ。
君の力はまだ完全に覚醒していない。雷の律者、かつての第三律者ができたことを君もできると僕は信じている。自分の道を選んだからには、どんな代価を払おうとも最後まで歩かなければならない。
私は私の選択を信じます。私は闇に。館長。敵に情けをかけるな。それは己にとって酷なことになるのを意味する。誰が本当の敵か見極めるのじゃ。影の中に身を置くことになっても、影に隠れる悪意に用心せよ。それらは、時間よりも断ち切ることが難しいものじゃから。
せる。誰かについていく必要はありません。私のこともです。私たちはあなたに協力しますが、誰もあなたに答えを与えることはできません。君たちの時間がもう流れることはない。楽園での旅の最後を迎えても何も得られない可能性がある。しかしその前に、楽園は君に選択する機会を与える。
何時の旅がうまくいったかはわからぬが、少なくとも大事ないようじゃな。ええ、この楽園には見たことのない敵がたくさんいるけど、私にとっては貴重な経験でもあるから。それに私の考えが正しければ、それらはかつてあなたたちが戦った敵だったのよね。そうでない敵もおる。ここに来たのは何時が初めてではない。ここに来た者たちは皆その者だけの印を残すのじゃ。楽園は彼らに影響を与えたが、彼らもまた楽園の環境に影響を与えた。もちろん楽園の中の敵も含まれておる。すまない、わらわはこういった曖昧な答えしか出せぬ。もしスーに出会えればもっと的確な答えをくれるはずじゃ。なんとなく分かったかもしれないわ。いいな、何時の楽園に対する理解はまだまだ足りぬ。楽園の中の敵と戦うとき、かつてのわらわたちの恐怖と心の影を目にするかもしれぬ。それは敵自身よりも恐ろしいものじゃ。気をつけた方がよいぞ。どういう意味？メイドの崩壊獣を殺すことと普通の悪党を殺すこと、どちらが難しいと思う？崩壊獣かしら。いいな、悪党の方が難しいのじゃ。どうして？たとえ刹那と等しいほど早くとも、何時は悪党の中の悪意を断ち切れぬ。悪意ほど取り除きがたいものはないのじゃ。